が、文庫対象とは、SB クリエイティブ主催の公募新人文学賞である。2008年2月15日より、第一回募集開始、全校規制。審査は、対象創設以前からの投稿、持ち込みと同様にが文庫編集部が行う。本校では、並行して募集されていたが文庫テーマ対象についても、解説する。賞金、商品は、対象が、聖書の盾と、 副賞300万円、優秀賞は同100万円、奨励賞は同20万円。が、文庫大賞前期、後期の応募作品の中から奨励賞、期待賞が選出され、さらに奨励賞の中から対象、優秀賞が選考される。応募形態は、創設当初から2010年までプリントアウトされた紙媒体を募集していたが、 テキストデータの記録媒体の送付に変わり、2016年からは、ウェブ応募へとって変わった。2018年から、対象受賞者、2019年は対象に加え金賞、受賞者、2020年は、対象、金賞に加え、ガンガンが特別賞に限り、副賞として、スクウェアエニックスのコミックサイト兼アプリであるガンガン、オンライン漫画アップ、うちの、 ガンガンがコンテンツにて、コミカライズ券を贈呈することが決定した。2007年11月以降に作品を投稿し、審査結果が変装されておらず投稿者が希望する、場合は、第1回前期募集開始までに編集部へ、対象を振り替希望の旨を電子メールで連絡した、場合のみ、投稿作品から、対象応募作品に、扱いが変更される。謝辞は未刊行。また、 最終選考中でデビューした作家については、本票より割愛している。ありがとうございます。